はい、全国の受験生の皆さん、もしくは受験生になろうとしている皆さん、こんにちは。日本史の講師をしています代々木ゼミナールの井上烈美です。普段はだいたいそうですね、国公立の、日本史を念頭に置いた授業なんかを担当していることが多いです。ヨゼミの特徴、いいところはですね、まあ、僕が所属していた時代から変わらないんですけれども、それぞれの講師が自分たちの特徴を生かした授業ができることですね。だから日本史も僕の授業だけじゃなくて、いろんな先生の授業があって、それぞれにみんなの特徴が生きた授業が展開されています。あなたに合った授業が必ずあると思います。ぜひ来てください。